四角の十箱料理を入れた六角の十箱十箱に入ったおせち料理十箱とは二重から五重に積み重ねられ最上段に蓋をつけた晴れの箱である。式を表す余えが正式とされる。四段目は四のあざき比で与えの十と呼ぶ。形状は四角が一般的であるが円形や六角形、八角形のものもある。今日では主に正月のおせち料理、花見や、 運動会などの弁当、またうな重の容器に使われる。木製のものや敷器、合成樹脂などの素材で作られることが多い。中には、紙製のものや陶磁器で作られたものなどもある。美術品としては、尾形光林の薪絵、梅椿はかまつず重箱などが有名。重箱に下げ手をつけて持ち運べるようにした下げ重箱もある。室町時代の文献の中に、 すでに、重箱の記述を見ることができるので、その歴史はかなり古いと考えられる。一般庶民に普及したのは、江戸時代で本格的に重箱が製造されてからである。武家や大名の下では、漆塗りや薪絵の豪華なものも作られた。また、狩りなどに出かける時に持ち運びに便利なものも使用された。最近は、ポリプロピレンなどの新素材による容器が普及し、 目にする機会は次第に少なくなってきている。元は中国の動向と気楼だったものが日本に伝来して重箱になった。漆器で作られた重箱はその産地により名称が異なる。主な漆器物産地は以下の通り。ありがとうございます。